滋賀は子供を大切にする県。今日も町の至る所で子育てを応援する人たちが活躍しているよ。今日は家庭的保育事業のお話だよ。それってどんなの？近江八幡市役所の方にお話を聞いてみよう。家庭的保育事業ってどんなサービス？家庭的保育っていうのは、0歳から2歳までのお子様を保育する事業になります。どんな場所で保育をするの？家庭的な雰囲気の下で自宅など使って5人までの少人数を対象とした保育を行います。ご自宅を改造されて整備されて、事業していただいてるっていうのが、家庭的保育事業になります。近隣の公園なんかも遊び場所に活用しているんだって。どんな風にこの事業は始まったのかな？平成27年度から、実施された子ども子育て支援新制度っていう制度があるんですけども、そちらの地域型保育事業の一つとして、家庭的保育事業というのが位置づけられたんですね。料金は家庭的保育事業以外の保育所と変わらないんだって。選択肢が増えていいよね。実際に近江八幡市の家庭的保育の家、親愛さんにお邪魔してみたよ。親愛さんはどんな家庭的保育をしているの？子供一人一人の個性を大事に、そして子どもたちの意欲、それから興味、関心を大事にして、子どもたちそれぞれがやりたいことを把握して保育に取り入れています。少人数であるがゆえに、それぞれの子どもたちの様子をじっくり見ることができますし、この子は今日はちょっと調子が悪いなとか、今日はすごい元気だなとか、そういうことを見ることができます。保育をする中でどんなことを大切にしているの？3歳までは何かを詰め込むよりも、やっぱり大切にされてるんだなとか、愛されているんだなっていうことをたくさんたくさん経験することが一番大事だと思っています。それなので地域との連携も多く持つようにしました。家庭的保育の魅力はどんなところ？そうですね、やっぱり家庭的保育は子どもたちの成長を見守るもう一つの家として思っていただきたいなと思ってるんですね。それで異年齢の子どもたちが兄弟姉妹のように生活を通してお互い譲り合ったりいたわり合ったりしながら育っていく大きな成長の場であると思っております。なるほど、分かりやすかったね。もう一つ、草津の家庭的保育の家、桃の実さんを訪ねてみたよ。桃の実さんはどんな家庭的保育をしているの？周りが自然がたくさんありますので、その自然のこう起伏とか芝とかそういうのをこう中でこう歩くというか、ね、夏はやっぱり暑いとか、冬はやっぱり風を受けたら冷たいとか、春になったら暖かい風が吹いてつくしが出てくるとか、こうそういう、こう自然の中でものをこう感じて。桃の実さんは体を使うこと、中でも歩くことを大切にしているんだってね。4月から結局積み上げていって、で徐々にこう歩く距離が伸びていって、で最後3月には片道2キロぐらいあるんですけれども、歩いていって公園で遊んで。保護者の方の反応はどう？保護者の皆さんが本当に預けてよかったって、安心できたっていう風にね、喜んで、ね、みんな卒出していってくださっているので、ぜひ見学していただいて、みんながこう来ていただけたら嬉しいなっていう風に思っています。草津市の家庭的保育事業さん6カ所が合同で運動会をしたんだって。楽しそう。去年ですね、11月に合同交流会という形で親子ふれあい運動会というものをさせていただきました。
なるほど。家庭的保育事業は新しい保育の選択肢になっているんだね。家庭的な環境で未年齢保育ができたり、大人数できめ細やかな保育が受けられたり、地域に密着した保育が受けられるところも家庭的保育ならではだね。詳しいことは各市町に問い合わせてみてね。またね。